何が出てきた？ナイト。あー、いや、そこそこ使えるな。C 評価ぐらいかな。おお、すげえ。A 評価だった。ブロンズだからか。114なのは。ああ、いいじゃん。すげえ。これは使える。黎明スターラインだっけ？ナイス。グッジョブ。あ、でもね、あのプレイ動画的にここでずっと呼び出してるわけにもいかないな。じゃあ、あと2曲出したら、あ、アリプロジェクトも一応あれな、こっちの界隈っぽいな。じゃあ、これで。これの、この曲が使われたネウロのフラッシュのなんか、何？まだアニメ化される前のオープニング見て、あ、アリプロジェクトいいなぁと思ったね。こんな奇妙な。もうみんな知ってるかな。どんな人が見てるのかさっぱりわかんないけど、まあ、偏ってはいないだろうな。いろんな人が見てるだろうからな。ちなみに俺ヘビーメタ好きですよ。ヘビーメタもアクティブパンク、うん、アクティブロックパンク、何でも聞きますね。ヒップホップも。これを本当面白い曲だよな、これ。お、またナイトだ。ばらける、ばらけないな。ナイトの、あと1体選んだら次いきます。まだ強いやつ出てないのか、じゃあ若干焦ってんだけどね。どうしようかな。かなり、記憶してないとダメだな。最初から予定しとけばよかったな、誰使うって。まあでも、やっぱ俺は、ニコ動画見てる人は、あれ？これはひょっとしてあれ？アニソン聴いてるってイメージがあるからなーって言おうとしてたんだけど。あ、そうだ。大好き、この曲。マジでかっこいいな。ブリリアントグリーン好きだわ。これ自分で写真撮ってキャプチャーしたやつだ。なんだっけ、ガンダム00のオープニングだね。次何が来た？アーチャーか。やばいな、あんまりその文句が欲しいんだけどな。しかも C 評価が、あ、でもまあそこそこ強いじゃん。838あるし、この上から2番目の、あ、3番目だった。うん、よし。まあ公約通り5体作ったから突っ込むか。シナリオ進めるぜ。最初作っては消して、作っては消してやってたんだけどね。どうやらこのゲームやってない時に聴いた曲も換算されるから、パーティーにいるやつら全員で。そしたらなんかパワーアップするんだよ。なんかボーナスポイントがもらえる。だからたくさん登録しといたらいろんな曲聴く可能性が、カウントが増えるからね。もう全然損しないからガンガン作っといた方がいいよ。オッペンハイマーという大きな町があります。まずはそこに向かい、機械兵の動向を探るのです。この5年でこの国はほとんど機械軍に支配されているのです。大丈夫です、僕、俺にはミュージックファイターがいますから。グッド。さあ出発の時です。必ず助け出してやるからな。待ってろよゼロ。私からのプレゼントです。お金と音のかけら。音のかけらは出撃回数を増やすアイテム。火消しの小瓶、まあ、要するに状態のあれ、異常状態を回復する。あ、アンコールチケットだ、ごめん。アンコールチケットがあれだわ、出撃回数を増やすだ。で、音のかけらは、まあ、レベルアップに使うんだ、キャラクターの、ファイターの。
これからジギーの冒険が始まりますが、冒険の記憶セーブについて解説します。セーブは2種類、チェックポイントとセーブポイントが用意されています。チェックポイントはワールドマップ、マチタクティクス、マチタクティクスの、節目で自動に、行います。常に最初のチェックポイントで上書きされ、一番新しい記憶場所からの、再開ができます。これちょっと見えにくいね、色的に。バトルに入る前、映像的にね、実際の僕が見てる文字はもうちょっと暗くて見やすい。オートセーブとマスターセーブがあるってことだね。セーブデータ1個しかないか。そういや、なんかドラクエ9がセーブデータ1個しかないってちょっとニュースになってた。まあいいや。さて、突っ込もう。あ、やべ、俺せっかくここにこれね、カウントダウンしていきます。どれぐらい時間が経ったか、編集した時にどれぐらい時間が飛んだか分かるように。12時間っていうのは特に意味はありません。カウントアップ式に、こういう風に撮影できる、タイマー持ってないんで、シンプル機能が好きだったからっていうのがあだになった。で、ファイターの編成、これ全員さっき作ったやつを自分の軍に15までいけるのかな。で、60ぐらい登録できるんです実は。だから60個ぐらい登録しといて、その中から15個ぐらい選ぶっていう感じ。あれどうなってるのこれ、あれこれもう最初から入ってんの軍に。結構ステータス画面は見るのがね、このデバイスだと、デバイスっていうかインターフェースっていうか、iPod の円形のあれだけだと難しいからあんまり見たくない。あ、ファイター編成選んだつもりが1個左にずれてたんだな。このゲームはみんな買ってほしいな。まあ iPod 持ってる人しかできないけど、案外これはとお得よ。待機リスト、あ、最初からみんな出撃リストに入ってた。あ、じゃあ問題ないわ。あ、ミスらないように最初は入れてくれんのか。あ、てか全部最初基本入れてくれんのか、出撃リストに。で、待機リストに回してくんだな、いっぱいになったら。順番間違えてした。じゃあ、シナリオを進めよう。エピタフ。エピタフといえばジョジョだね。まあ、バンドでもあるけど。あ、エピタフ、あ、バンド、まあいいや。キングクリムゾンエピタフって母姫名だって。あっちの方で覚えてるからなんかよく分かんなかった。バンド名じゃないな多分これ、アルバムだな、この使い方から言って。外れてた、マジ恥ずかしいんだけどね。これ引き返すことができません。にわかとか言わないで。ジョジョはめっちゃ詳しいで、音楽に関してはまあまあまあ結構ばらけてる。キングクリムゾンは大好き、聴いてる。ディシプリンとかね。あ、ちょっとあと出てこないけど、アルバム名が。なんだ人間が、無機械兵、お前ら弟、俺の弟どこやった。もう機械兵ちょっと難しい。はあ、何言うとんねんこいつ。お前があんた普通兵をかくまってんちゃうんかい。もう関西弁にしてもあいつらキャラ分け難しいから。脱走兵、何のことだ。怪しいなこいつ、連行してまおうか。ギリちょっと行ってこい、行ってまい。言ってることが全く分かんねえが、早速音楽の力を試す時が来たな。これね、こういう風にプレイ動画でちょっと冷めた目線で見るとね、このストーリーがちょっとバカバカしく感じるかもしんないけどね、これが iPod の中に入ってるっていうね、ロマンっていうか事実が結構僕としては楽しいね。だって音楽の力とか iPod でやってんだよ、そのゲームを。いいじゃん、かなり面白いよ俺はね。やってみたらいいよ、絶対この感じは分かると思うよ。さてと、じゃあこいつは空想ルンバ、ラップ、空想ルンバでラップ。で彼は軽音のオープニング、彼は黎明スターライトどうだっけ、アミマミので、彼はアリプロのなんか人生ビミライさん
で彼は、グリグリの